岸田大臣、連日お疲れ様でございます。またちょっと質問に入ります前に、私自身、不徳をお詫びしたいと思っておりまして、先日は予算委員会へのご対応を誠にありがとうございました。でその場で私自身、安倍政権の現在の姿勢、あるいはアメリカとの関係を含めた国際社会からの見られ方、これについて一定の懸念、あるいはこの世論の動向に対する危うさのようなものを感じていることは事実です。しかし、いかにも言葉の選択、それから文脈の組み立てにおいて、私の配慮が欠けており、場合によっては大臣にも不愉快な思いをおかけしたのではないかと思っております。たくさんのお叱り、ご批判いただいておりますので、この公の場をお借りして少し反省と謝罪を申し上げさせていただきたい。大変ご迷惑をおかけいたしました。はい、その上で、お尋ねをさせていただきたいと思います。ちょっと通告順前後いたしますが、最近日韓で局長級会議が行われたというふうにお聞きしております。この狙い、そして成果、そして今後首脳会談に向けた展望を含めて簡潔にお答えいただきたいと思います。外務大臣。はい、日韓の局長級会談についてのご質問ですが、外務省のこの井原アジア大洋州局長、18日から19日にかけまして、この在韓高官庁会議に出席する、こういった目的でこのソウルに出張いたしました。そしてその機会に18日イ・サンドク外交部東北アジア局長との間で日韓関係をめぐるお互いの関心事項について幅広く率直な意見交換を行った次第であります。先ほど来さまざまな質疑の中にも出ておりますように、日韓この2つの国の間には難しい問題は存在いたしますが、大切な隣国であると我々は韓国のことを認識しておりますし、北朝鮮問題への対応を考えますときに日米韓の連携大変重要だと認識をしております。こうしたさまざまな課題において対極的な見地からこの協力関係をしっかり積み上げていかなければならないと思っております。粘り強くさまざまなレベルでこの議論を積み重ねるという意味から、今回のこの日韓局長級会談も、この意義があったと認識をしております。小川君。先ほど来のご審議等の中にもあります。で大臣もおっしゃった通り、確かにやっぱり隣国との関係というのは本当に難しいと思います。歴史もあれば単純ではありません。利害も錯綜します。しかしやっぱりいろんな課題をとにかく乗り越えて、お互いの対話のもとに良好な関係を築く、将来に向けてですね、結論から言うとそれしかないんだろうと思います。そこに向けて、いろんな努力を重ねていくという意味で、私やっぱり1年経って、政権発足後1年以上経ってようやく局長会談が行われたというのは極めて異例の事態だと今でも思いますし、やはり、いろんな課題があることを前提にしてでありますが、健全な良好な前向きな関係構築に向けてさらなる努力をお願いしたいと思います。そしてもう一点少し抑えさせていただきたいと思いますが、現在ソチにおきまして日本選手団一生懸命頑張っておられます。もちろん結果においては残念だなと感じたこともありますが、しかしその戦う姿が私たちに大変な感動なり勇気を与えていただいているということは非常に応援をしたい、感謝をしたい、そういう気持ちでいっぱいです。でそういう中で森元総理の今日の報道されているようなご発言は非常に残念なことでありますし、今後東京オリンピックでさまざまな責任者として当たられることが予定されているわけですから、これは一定反省、自粛をいただかなければならないのではないかなと思います。ちょっと指摘をさせていただきたいと思います。でお聞きしたいのは、もう少し以前のことになりますが、開会式に安倍総理がご出席なされました。で3点ちょっと具体的にお聞きします。ロシアの国内情勢、いろいろあろうかと思いますが、時にはテロ事件に見舞われたりとかいうこともある、そういう意味での政情不安は抱えているんだと思います。それから欧州を中心とした主要国の首脳が、これは人権問題に対する配慮ではなかったかと言われていますが、出席をいたしませんでした。その中で日本の総理大臣が出かけていった、そういう意味でちょっと
まあ、際立った行動になりました。そして3点目、同じく出かけていかれたのが、まあ、中国の国家主席であります。でこれは異例のことだったと言われています。でこの間での、まあ、日中間の対話も実現していないわけでありますが、何らかの意図なり働きかけなり成果があったのか、この3点、テロの危険性についてどうリスクを判断されたか、そして欧州を中心とした関係首脳国が出かけてない中で日本が出かけていくことのリスクをどう判断したか、そして中国との間で何らかの狙いなり接触の努力なりあるいは成果なりがあったのかなかったのか、3点お願いいたします。石原大臣政務官。お代わりにお答え申し上げます。まずテロの対応でございますけれども、総理が訪問するからということだけではなくてですね、この措置におけるオリンピック・パラリンピック競技大会の全般的な危機管理のために、外務次官を事務局長とするですね、措置冬季オリンピック・パラリンピック連絡調整事務局を立ち上げまして、関連情報の共有及び緊急連絡体制の確立を行ったところであります。また緊急事態の発生に備えて、措置にですね、在ロシア大使館、連絡事務所を設置し、会員及び本省からの視聴者が常に、常駐してですね、現地治安当局や日本オリンピック委員会、JOC とですね、措置のオリンピック組織委員会側との情報収集、意見交換等を行い、法人に対する適切な情報提供を進めてきたところであります。で2点目の、人権問題等が行ってですね、欧州諸国の方が首脳が来ていない中でという話でありますが、実は人権問題非常に関心を持っているオランダの首脳はですね、プーチン大統領にその問題について、その会談で発言をするために出席をされているケースもございます。で、日本のですね、安倍総理が訪問されたのは昨年の10月のバリにおける APEC 首脳会合の際ですね、の日露首脳会談においてプーチン大統領からですね、ソチオリンピックの招待がございました。プーチン大統領はですね、ソチオリンピックを大変重視しており、同大統領の招待を受けて開会式に出席することは安倍総理と同大統領との個人的信頼関係をより強固にするものであるというふうに考えました。また2020年にですね、東京でオリンピック・パラリンピックの開催を予定しておりますので、日本からのオリンピックムーブメントを世界に広めていく第一歩をアピールすることもですね、このプーチン大統領との会談でできたのではないかというふうに考えております。以上です。委員長、小川君。中国との関係はいかがですか。何らかの努力をしたのかしていないのか、成果はあったのかなかったのか。石原大臣政務官。申し訳ありませんでした、抜けてしまいました。安倍総理とですね、習近平国家主席に接点はなかったものと承知しております。いずれにせよ日中間では困難な課題があるからこそですね、前提条件をつけることなく率直に話し合うべきというのが、我が方の立場であります。日本側の対話のドアは常にオープンであり、中国側に対しても同様の姿勢を期待しているところであります。小川君、ありがとうございました。何事もリスクを取らなければ成果は得られないでしょうし、ただいろんなことについて の先ほどのようなご説明ぶりへの努力、あるいはいろんな比較考慮をした上での行動だということの発信、これについてはこれに限らずもっと重大な問題もたくさんあろうかと思いますが、引き続き努力をお願いを申し上げたいと思います。で少し歴史観に戻らせていただきます。予算委員会では時間の限りもございました。大臣は私の問いに対して、先ほども原田委員の質問にお答えになっておられました。やはり我が国の外交政策や歴史認識は従来と全く変わっていないということを説明強調したいというお話でありました。しかし変わったんじゃないかと見られかねないという現状が一方にあるということだと思います。これが国際社会、特にアメリカなんかで言われています歴史に対する挑戦、歴史修正主義というようなキーワードに象徴されるような考え方だろうと思います。でそういうことに対する問題意識は私はやはり必要だと思いますし、外務委員会で重ねてお尋ねしたいという
ことの中には、大臣ご自身の心情についてもやはりお聞きしたいという部分があったからであります。そこで端的にお尋ねします。岸田大臣はこの靖国参拝に対しては大臣ご自身として、まあ、過去どういう行動を取ってこられたのか、そして今後どういう行動を取られるおつもりか、端的にお答えいただきたいと思います。外務大臣。まずこの靖国参拝につきましてですね、考え方につきましてはですね、ここは衆議院の外務委員会の場であります。こうした公式の場でありますし、私もこの外務大臣の立場で出席しておりますので、個人的な見解を申し上げることは控えさせていただきたいと存じます。そして私自身の対応についてご質問をいただきました。私はこの靖国の参拝問題につきましては、この安倍内閣の外務大臣として適切に対応していくということを従来から申し上げさせていただいてきましたし、これからもそのような方針で臨んでいきたいと考えております。小川君。個人的な見解の表明は控えられるというのは、一つの賢明なご判断かもしれません。行動についてもそうですか。過去の行動、そして今後の行動の見通しについてもお述べいただくことはできませんか。外務大臣。まず国のために尊い命を捧げられた方に尊崇の念を示す、こういったことは政治家として大変重要な姿勢だと思っております。こうした考え方は大変重要だと考えておりますが、具体的なその思いをどう表現するか、どう対応するか、こういったことについてはそれぞれ立場において考えなければならないと思っています。そういった思いで私としては安倍内閣の外務大臣としてこの最も適切なこの対応を今までも考えてきましたし、これからも考えていきたいと思っています。小川君。難しいお尋ねをしていることは自覚したいと思います。またそういう中で精一杯のご答弁いただいているということにも敬意を表したいと思います。今本当はお聞きしたかったのは外務大臣としての立場は当然これはあり、しかし政治家、岸田先生としてのいろんな心情もおありだろうというところに、もちろん苦悩も含めてですね、お尋ねしたかったというのが本意でありますが、もう一点ちょっと突っ込んでお聞きさせてください。私は昨年12月の24日に岡田克也さんの訪韓に同行させていただきました。で、与野党の国会議員、日本研究の専門家、メディアの関係者、あるいは場合によっては学生さん等々、さまざまな方々との対話の機会を設けさせていただきました。で、その中で野党の議員ながらやはり対話の窓口を開くべきだということを促したわけであります。で、しかし韓国側の関係者の大半の見解は、いやいや安倍政権とは対話すること自体がリスクなんだというような、私としては少し想像を超えた反応だというふうに受け止めておりました。これにはいろんな背景がやはりあるんだろうと確かに思いました。それは政権の姿勢のみならず、一つやった私は大きいなと感じたのは、やっぱり韓国という国の国際的な地位の相対的向上と、そして場合によっては日本の地位低下みたいなこともひょっとしたらあるのかもしれないというようなことも感じるぐらい、かつて日韓関係にあると言われた復元力ですね、自動的にいろんなことがあっても復元していくという力学が今までほど働かなくなっているというようなことに危機感も覚えて帰ってきました。そしてその帰ってきた翌々日が総理の参拝、私どもから言えば強行でありました。で、その時に韓国側の関係者が話していたことが、
まあ、一つ形となって現れたということで私は衝撃を受けたわけであります。でその時の政権内のオペレーションがどうだったかを少し教えていただきたい。大臣は総理が参拝されるということをいつお聞きになり、それに対して何とおっしゃり、対外関係含めてどういうリスクを最小化するための努力をされたのか、この観点からお答えいただきたいと思います。外務大臣。まず今のご発言の最初の部分、このまあ日韓関係につきましては、まあ、来年で国交正常化して50年が経ちますが、この50年の間、このアジア太平洋地域の環境も変化しましたし、それぞれの国の社会情勢、経済情勢、大きく変化していく、そういった中でさまざまな考え方や意見のこの変化も生じている、こうした情勢分析についてはおっしゃる通りだと思います。そして講談の部分、今回の靖国参拝について政府としてのオペレーションどう対応したかということでありますが、まずこの靖国参拝につきまして、私自身参拝の前に事前にこの総理が参拝するということについて承知をしていたこと、このことについては申し上げさせていただきたいと存じます。しかし今回の総理の靖国神社参拝につきましては政府全体として対応をいたしました。政府一丸となってこうした問題に対応したわけでありますので、この政府の中でどんなやり取りがあったか、あるいは事前にどういったこの動きが政府の中であったのか、この点については公にさせていただくのは控えさせていただきたいと存じます。この問題について政府全体として対応したその結果につきましては、この先ほど来申し上げてきた通りであります。小川君。経過を具体的にお話しになれないというのは一定理解をいたします。しかしこれだけ重大な影響を及ぼしたこともまた事実でありまして、今後もその改善に向けて努力はされるんだろうと思いますが、しかしやっぱり結果責任と、この時点における結果責任という意味においては、重大な責任を感じていただく必要が内閣政権全体にあるんだと思うんですよね。でその意味ではこれはどういう経過で、そして各関係者、しかも外務大臣というのは極めてその意味では責任を持ち、そして権限を預かっておられる、そしてどうそれに関与したのか、この辺の経過については、今日明らかにできなくても、これはほとぼりが冷めたらという言い方が的確なのかどうか分かりませんが、きちんと検証し、後の国民に対して、場合によっては国会に対して、きちんとその経過を共有していただく必要があるほどに重大な出来事でありテーマではないかということを指摘させていただきたいと思います。残りの時間の中で、もう一つのこれから4月もう予算委員会が大詰めという話もありましたが、4月にかけてやはり集団的自衛権の取り扱いは政権のこれは命運を左右する、政権にとってどうこうも大事かもしれませんが、日本国にとってこれは極めて重大な意思決定を挟んでせめぎ合うべき課題だという気がします。今日は法制局にお越しをいただきました。過去憲法解釈を明示的に政府の意思で変更した実例、その背景、内容、及ぼした効果について報告していただきたいと思います。横畑内閣法制次長。お尋ねにつきましては平成16年6月18日の島聡衆議院議員に対する政府答弁書におきましてお答えしているところでございます。内容を引用させていただきます。ご指摘の憲法の解釈運用の変更に当たりうるものを挙げれば、
憲法第66条第2項に規定する文民と自衛官の関係に関する見解がある。すなわち同項は内閣総理大臣その他の国務大臣は文民でなければならないと定めているが、ここに言う文民についてはその言葉の意味からすれば武人に対する語であって、国の武力組織に職業上の地位を有しない者を指すものと返されるところ、自衛隊が警察予備隊の後身である保安隊を改めて設けられたものであり、それまで警察予備隊及び保安隊は警察機能を担う組織であって国の武力組織には当たらず、その隊員は文民に当たると返してきたところ、現行憲法のもとにおいて認められる自衛隊は旧陸海軍の組織とは性格を異にすることなどから、当初は自衛官は文民に当たると解していた。その後自衛隊制度がある程度定着した状況のもとで、憲法で認められる範囲内にあるものとはいえ、自衛隊も国の武力組織である以上、自衛官がその地位を有したままで国務大臣になるというのは、国政がいわゆる武断政治に陥ることを防ぐという憲法の精神から見て好ましくないのではないかとの考え方に立って、昭和40年に自衛官は文民に当たらないという見解を示したものである。以上であります。このような見解を示したのは昭和40年5月31日の衆議院予算委員会においてであり、石橋正史委員の質問を受けて佐藤栄作内閣総理大臣および高辻正巳内閣法制局長官がお答えするという形で表しております。委員長、小川君。逆に言うと、これ以外に明示的に政府が憲法の解釈を変更したということはありませんね。横畑内閣法制次長。ご指摘のとおりでございます。委員長、小川君。一つ正しておきたいことがあります。自衛隊の創設を含めて解釈改憲と、通称解釈改憲という言葉が日本社会には横行しております。しかし憲法の解釈の変更によって政策を大きく転換したという事例は基本的にはない。で、今お答えになられたのは、かつて自衛官が、憲法に言う文民に当たるかどうかが問われた際に、日本国憲法施行時において国内に武力組織はありませんでした。実力部隊はいなかった。ということは、憲法に言う文民、あるいはこれに対峙すべき、対義すべき武人に相当する人がの存在が想定されなかった。したがって、ここで言う文民とは武人以外、そこで言う武人とは、まさにおっしゃった昭和40年の答弁ではこういう表現になっています。旧職業軍人の経歴を有する者であって、軍国主義的思想に深く染まっているものを武人と解釈し、それ以外を文民と解釈をした。すなわち、その後自衛官についても文民の範疇に含まれるという解釈をしてきた。しかし、その後の自衛隊における実力の機能の向上によって、明らかにこれは武力部隊である、実力部隊であるという状況、これは内外に向けてきちんと認識をすべきであるし、せざるを得ないという状況の変化が論理的に生まれてくる。そういう中で自衛官を文民と解釈するわけにはいかないという必要性が出てきたという経過をたどっております。したがって、それまでの軍国主義とか旧職業軍人とかいう概念ではなく、実力部隊、実力組織の中に職業上の地位を占めるものを武人と置き、それ以外を文民というというふうに解釈が変わってきたということであります。で、ここで先ほどお答えいただいた、これは平成16年の質問収書に対する内閣の答弁を引用いただいたわけでありますが、そこにこういう記述があります。憲法をはじめとする法令の解釈は、中断ちょっと省略いたしますが、論理的に確定されるべきだ。社会の諸事情を考慮しすることも、当然諸情勢の変化とそこから生ずる新たな要請を考慮すべきことは当然であるとしても、
なお前期のような、つまり論理的に確定されるべきだという考えを離れて、政府が自由に憲法の解釈を変更することができるという性質のものではないということを内閣の意思において決定しておられます。そして政府において憲法解釈を便宜的、意図的に変更するようなことをすれば、これはこの規範に対する国民の信頼を損なうと。したがって、集団的自衛権の行使に関してやはり憲法解釈を変更するということであれば、かつてなかった武力装置、実力部隊を創設したということによって、論理必然的に解釈の変更が生まれたというほどに政府の説明責任は重く、そして国民に対する理解を求める努力は極めてハードルは高いということをまずご認識いただかなければならないだろうと思います。で、加えてこの時は、文民の解釈を拡大したわけですから、安全保障上から言うと、むしろ歯止めを効かせたということであります。で、今回はそれを解除する方向で議論が進んでいるというふうに理解しています。で、この憲法解釈を変更し、国内の法体系を変えた、法体系に影響を及ぼした、法制を変更したということは過去ないと思いますが、それはそれでよろしいですね。横畑内閣法制次長。政府として憲法の解釈運用の変更に当たりうるものとしては、先ほどお答えした一件を挙げさせていただいております。小川君。文民の解釈ですから、これによって国内の法体系を触ったとか変更したということは過去ありません。で、現在安倍総理が主張されている解釈の変更後は、自衛隊法の改正とかいうことを視野に入れておられるようでありますが、やはりこれは解釈の変更ではなく政策の変更、しかも大規模な、かなり戦後の積み重ねてきた歴史の中で言えば大転換に相当する政策の変更であります。で、ことほどその法的基盤の見直しは容易ではないということ、そのことに対する権欲的な慎重な姿勢を改めてお願いを申し上げまして、ひとまず今日のところは質疑を終えさせていただきたいと思います。